こんばんは、金美館通りの藤村です。今日は60代70代のお客様ってどんな感じ？というお話をしたいと思います。このチャンネルの動画で時々60代70代のお客様のお話をすると、そんなに高齢だと介護するようなものでしょ？だったり、体力的に何もできないだろうから一緒にお茶でも飲んでるだけでしょ？という感想やコメントをいただくことがあるんですが、おそらく一般的に想像される感じと違って、遊び方としては若い世代のお客様とそんなに大きな違いはないです。本当に普通に遊んでいかれる感じです。以前高齢者の性についてお話をした動画でも少し触れたんですが、年を取ったらそういうことに興味はなくなるんだろうっていうイメージがあるというか、そうであってもらいたいという若い世代の自分勝手な思い込みもあるんだと思うんですが、実際は普通に他の世代の方と変わらずに欲求はあるというのが接客側から見た印象です。それこそ全然下の世代のお客様と変わらずに恋愛感情を持って通う方も少なくはないですし、中には本気で結婚を申し込んでくる方もいたりします。だいたい芸能人の方で言えば、明石家さんまさんも所ジョージさんも66歳、でもよぼよぼのおじいちゃんという感じでは全くないですよね。新紙幣のデザインになる渋沢栄一さんも100年近く前の人物ではありますが、遊郭で遊んで愛人を作って家のお手伝いさんにも手を出したという精力的な遊び人でもあったらしく、晩年もご盛んで68歳の時にも子供ができたそうです。こういう話を聞くと、現代の60代が特別若いというわけでもなくて、昔の60代もまだまだ現役世代だったということですね。というわけで、何もしないどころか普通にすることはするし、横になったまま全部女の子任せというわけでもないです。もちろん年齢によって体力や体の機能的に衰えてくるというのはあるので、20代男性と60代男性を比べればそれは明らかな違いはあります。でもこの違いには個人差があって、特にこの個人差って年齢が上がるほどに大きく開きが出てくるもので、例えば40代の元気の少ないお客様と60代の元気のみなぎったお客様を比べれば、60代のお客様の方が体力的にも精力的にも若々しいということは全然あるんですね。というか、40代くらいまでは元気だろうが元気がなかろうがまんべんなくみんな遊びに来る感じなんですが、50代60代を超えたあたりから、おそらく体力に自信のある方しか遊びに来なくなるというのもあると思います。やっぱりどこか病気になったり健康面に不安があれば、遊びに行くほどの気力もだんだんなくなってはくるでしょうから、それでも遊びに来る高齢のお客様というのは人並み以上に体力に自信のある層に限られていて、それでむしろ他の世代よりも元気にも見えるのかもしれないです。じゃあ一体どんな男性が60代70代になっても遊びに行く元気を持ち続けられるのかというと、藤村さんの印象では、その世代のお客様で趣味は登山という方が割合としてはかなり多かったです。登山ではないにしろ、ウォーキングだったり何かしら体を動かす趣味を続けている方、特に足腰が丈夫な方ですね。この動画をご覧の皆さんも、今から毎日スクワットをしていれば80を過ぎても現役で遊びに行けるかもしれないです。でもあとはですね、元気が出るようなお薬を病院で処方してもらってそれを飲んでいるとはっきり言う方もいます。そういうことをわざわざ女の子に言わない方も多いかと思うので、実際にその世代のお客様でそういった薬を飲む前提で遊びに来られる方の割合っていうのが半数なのか、それとも大多数なのか、そのあたりはアンケートとか取ったわけじゃないのでわからないんですが、接客する側としては、何か飲んで元気なのか、それとも何も飲んでいないけど元気なのかという違いには何も不都合なことはないので全く気にしてはいないです。
薬の効果で1箇所に血液を集めたところで、どちらにしろ足腰が弱っていたらご自身が主体的に動くことはできないので、弱ってきたら薬で元気になればいいとはいえ、やっぱり足腰を鍛えておくのが大事ということに変わりはないと思います。あとはこの先もずっと遊びに行きたいという方に、そういった筋トレ以外にもう一つ備えておくことをおすすめしたいのが、口の中、歯や歯茎の健康状態に気をつけるということです。というのも、高齢のお客様が苦手という女の子の理由でぶっちぎりなのが、高齢になればなるほど割合が増える歯槽膿漏があるからです。もちろんこれは若いお客様でも完全に嫌がられるんですが、上の世代になるほど明らかに割合が増えるので、できる限り早いうちから予防しておいた方が安心です。はい、というわけで今回は60代70代のお客様ってどんな感じというお話をしてきました。男性って年齢とともに体力の衰えを感じると、男としての自信を取り戻すためにプロのお姉さんのところに遊びに来ましたという理由でのご来店も多いんですね。そういう時に2回3回と本人もびっくりするような成果が出ると、こちらも嬉しいですし、すごく感謝されるので達成感もあります。男性のそういった欲求って本当に仕事とか生きるバイタリティと大きく関わっているものなので、パートナーの方やご指名の子といつまでも仲良くできるようにスクワットを頑張ってください。それでは今日はこの辺で、お上がりなさいませ。